アニス・ブサイディは、チュニジア・レバルド出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはディフェンダー。母国のチュニジアでは主にスタッド・チュニジアンなどでプレー。24歳で、ウクライナプレミアリーグに属する FC メタルルフドネツィクや FC アルセナル・キエフでプレー。右サイドバックとして3シーズンを、ウクライナで送る。2008年1月には、 ジュピラープロリーグのキロボルトメヘレンに移籍するものの、同年5月には、ヨーロッパカップでの出場を求めて、オーストリアブンデスリーガに属する、レッドブルザルツブルクへ移籍。2011年3月、ロシアプレミアリーグに所属する FC ロストフへ移籍した。2011年より、SC タウリアシンフェロポリに加入し、再び、ウクライナでプレーする。 チュニジアへ代表では37試合に出場2得点を決めている。またオリンピック代表チームの一員として2004年アテネオリンピックにも出場している。ありがとうございます。